じゃあ進めます、まずアクション、当時の花形ジャンルです。アクションといえばソニックなんだけども、ソニックはこの時メガドライブ向けに新作を作っていたので、セガサターン向けに新しいキャラクターを創造する必要があった。それがクロックワークナイト、ペパルーチョの大冒険。横スクロールアクションで主人公はヒゲオヤジ、そして、舞台はおもちゃの世界でおもちゃが大活躍するということで、トイストーリーに1年先駆けている。ピクサーの人ももしかしたら見てたかもしれないね。クロックワークナイトのコードネームはエパス、極楽鳥の風鳥座、紳士の未練は御者座のアリガ、奇水晶伝説アスタルはケンタウルス座のセントーラス。じゃあこれをこちらに貼ってみましょう。ババーン、バーチャファイターもここ。